今日は本日4度目の配信です。4個フル制覇の方いらっしゃるのかな。ありがとうございます。今日は配信予定でギュラリンクイズやりますって言ってたんですけど、翔也大盛り、しんちゃん大盛り、ありがとう言ってたんですけど、その今日はなぜかレッスンが少し早めに終わったので、早めに終わった分長く配信しようと思って、おきちゃんと一緒にコラボ配信を2回ほどさせてもらったので、ギュラリンクイズのお時間もだいぶお待たせさせてしまい申し訳ございません。これからギュラリンクイズ始まるよ。さあ、何問答えられるのでしょうか皆さん。皆さんぜひお手元にですね、メモ帳と筆記用具をご用意ください。あとこれから私がここでクイズを出すんですけど、皆さん一つだけ注意してほしいのは、コメント欄に答えを書かないようにしてください。わかるよわかるよとか絶対全然いいんだけど、コメント欄に答えを書いちゃうとそれをね見えちゃう方がいらっしゃるかもしれないので、皆さんお手元の紙と紙かメモ帳か何かに書いて心にしまっておいてください、その答えは。そして最後の最後にね、皆さん一緒に答え合わせをして終わりましょう。高野豆腐がおきちゃんの書いた高野豆腐が。皆さん準備はよろしいですか。いきますよ。今回のゆらりんクイズはですね、割と結構レベルが高いと思います。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17問用意いたしました。しかも結構ね、18問用意いたしました。割と結構レベルが高いものも用意してるので、皆さん最後までついてこれますか。イエーイということで早速ギュラリンクイズスタートです。でらん、18問皆さんあるので紙とペン用意したら1から18まで番号振ってね。まず第1問、私ゆらあかりのじゃん生年月日をお答えください。生年月日第1問でございます。これはねみんな安牌と言ってもよろしいんじゃないでしょうか。第1問、生年月日、これどのくらい持てばいいのかな。30秒とか30、29。いきなりの難問。第1問、私の生年月日を答えてください。それではそろそろ第2問に行きますね。第2問、だらん、私のプロフィールに書いてある好きな食べ物をすべて答えてください。私のプロフィールに書いてある好きな食べ物、かわやん、おもりありがとう、流星もさっきおもりありがとう。私のプロフィールに書いてある好きな食べ物なんでしょうか。
全部書いてね、みんな。いい感じ。18問あります。今ゆるりんクイズやってます。私の プロフィールに書いてある。何個もあるんですよ、割と。津田ちゃん、お守りありがとう。そろそろ3問目に行ってもよろしいでしょうか。大丈夫かな。はい、それでは次いきますね。次の問題、だらん。私は転勤族っていう話をこのショールームでも何回かしたことがあるんですけど、私の住んだことのある都道府県、そう、転勤族だからいろんな県を結構行ったり来たりしててですね、私の住んでいる都道府県が全て答えれる方しちゃいますか。そう、広島ももちろんね、入れてくださいね。はい、これは割とでも結構話してるからな、ショールームで。でもどうなんやろ、難しいかな。難しめのやつにしたんですよ。アメリカは住んでません。行くよ。オッケー。みんな書けましたか？私の住んだことのある都道府県。オッケーですか？書けましたか？すべて答えてください。ケンジンさん、お守りありがとう。はい、続いて第5問目。これは分かる方は分かると思う。じゃん。第5問。私のドラフト研究生時代のニックネームとその由来をお答えください。今第5問ね。あら、待って、あ、なんで。そして第4問、好きな色と第5問がドラフト研究生時代のニックネームとその由来。4問目だった。私の好きな色をかっこ一色にしとこう。好きな色もみんな答えてね。コバさん、お守りありがとう。お守り。第4問が私の好きな色、第5問がそのドラフト研究生時代のニックネームとその由来をお答えください。難しい？結構コアなやつにしたんですよ。お守りありがとう。字汚い、急いで書いてるから。はい、そろそろ良きですか。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。次いきますね。これも割とショールームで私結構喋ってるんですよね。違う、その前にもう一個あるわ。6番は
6番は私のドラフト研究生時代のオーディション番号を2つ答えてください。一番最初は名前を公開してない時の候補生番号で、2つ目の候補生番号は私がドラフト会議オーディション当日に何番を投げてください、よろしくお願いしますって言ってた番号でございます。まあ、多分これは5番が答えれる方は必然的に1個目のあれは分かると思う。ドラフト研究生時代のオーディション番号を2つ答えてください。名前を公開してなかった時の番号と名前を公開した後の番号です。2つあるはずです。めっちゃコアでしょ。そうコアな難しいやつにしちゃった。はい、それでは次いきますね。7つ目、これはめっちゃ私多分ショールームで話してる気がする。私が48グループの中で一番好きな曲は何でしょう。これは多分この間もまいちゃんとの配信、コラボ配信でも話したぐらい、しんちゃんお守りとカウントありがとう。あ、これは皆さん分かっても答えはコメント欄に書いちゃダメですよ。見ちゃう方がいらっしゃるかもしれないからね。はい、この間も言ったんよね、これは48グループで一番好きな曲、一番好きな曲はい、これが7問目です。そろそろいいですか。続いて8問目いきますね。これは割と最近の問題です。私の最近、私の世界選抜の総選挙のポスターが出来上がったんですけど、こんばんは。その総選挙のポスターに書いてある言葉なんでしょう。私の総選挙ポスターに書いてある言葉、ただいまゆらりんクイズやっております。今来た方もぜひ参加してね。1番生年月日、2番私のプロフィールに書いてある好きな食べ物全部、3番私の住んだことのある都道府県、4番私の好きな色一色答えてください。そして5番ドラフト研究生時代のニックネームとその由来、6番ドラフト研究生時代のオーディション番号2つ、名前を公開する前と公開した後の2つと、7番が48グループで一番好きな曲、8番が総選挙ポスターの言葉。そう、私の総選挙ポスターなんかこんな感じのポーズやってるんですけど、そのここら辺に書いてある言葉ですね。皆さんなかなかコアなんじゃないでしょうか。これはどうですか、いい感じですか皆さん。はい、それではそろそろ次に行きたいんですけど、ホワイトボード消しちゃっていいかな。これ消しちゃってもいいですか皆さん。あ、でも消しちゃうかも、難しいでしょ。いや、これ OK。 続きは9番から。消しちゃいます。これもね、でもそんなに言ったことはないんだけど、私の座右の銘は何でしょう。9番これは違うんですよ。ドラフト生時代をね、知らない方の方が今いるルームで多分多いと思うんですけど、そんな方にもね、ぜひドラフト生時代の私の話もね知ってもらいたいなっていう意味でね、
結構難しい問題ばっかりばっかり言えたので、資格とか言わないで、もっともっと赤いのことを知ってもらいたいなと思って、みんなにりょうぴょんお守りありがとう。よろしいですか。私の座右の銘は何でしょう。はい、全然わからんじゃろう、難しいの。そして第10問目、アイポンとのたこ焼きコラボ配信の時に私が犯したミスは何でしょう。焼肉ハウス牛丼か、私あまりタン食べんのよね。スモークタンは好きだけど、ローソンの。10番はアイポンとのたこ焼き配信で私が犯したミスとは何でしょう。そう、これは割と最近アイポンとコラボ配信をした時にですね、私がやっちゃったミスですね。やっちゃったー。これは2日間ぐらい私ちょっと反省したぐらったやつ。泣かないでー。今たくさん知ってください、赤いのこと。アイポンとのたこ焼き配信で私が犯したミスとは何でしょう。で、これ次は多分分かる人ほとんどいないと思う。11番は多分超難問。はい、ですね、第11問目は、おきちゃんと、NMB48 のドラフト研究生の山本美香奈っていう子がいるんですけど、山本美香奈3人でですね、同じドラフト生時代に赤チームで、一緒のチームで仲が良かったんですけど、この3人のグループ名は何でしょう。これは3人のある共通点から生まれたグループ名なんですけど、山本美香奈と私と沖ちゃんの3人のグループ名は何でしょう。津田ちゃん、お守りありがとう。これは文字に起こしたことはないんですよね。だけんショールーム中に私たちが何回か行ったことあるかなみたいな感じ。山本美香奈めちゃくちゃ可愛いんですよ皆さん。プッチーモニお、ぜひ私のことをいっぱい知ってくださいキヨさん。はい、次は簡単な問題。第12問、私の飼っている犬の名前。これはね、いけるやろ。これは多分ね、簡単です。私の飼っている犬の名前、はい、私の飼ってる犬の名前は何でしょう。はい、続いて第13問、そう、ミニチュアダックスフンドで第13問、毎朝私が飲むものは何でしょう。あいよ、いつだっちゃん。毎朝私が飲むものは何でしょう。かわやん、おーい、ありがとう。最高に楽しい、ほんま嬉しい。私が毎朝必ず飲むものがあるんですけど、これは結構私のメールを取ってくださる方は分かってるかもしれないかな。別にね、これに関して私もね、好きじゃないんですよ。ヒントで言うと私の大嫌いなものなんですけど、あの健康と美のために頑張って飲んでるだけで、本当に全然好きなわけではないんですけど飲んでるものですね。はい、続いて
第14問、私の昨日の夜ご飯。これは昨日配信の時に私これが食べたくってあるものを買ったんだけどみたいな話をしてたんですけど、さっきメール取ってくれたのありがとう、コマさん。私の昨日の夜ご飯、配信中にポロッと一回だけ言ったんですよね。私今日は夜ご飯にこれを食べたくって、これを食べたくって、これを食べたくってって言ったこれです。今はこれを食べたかったんだけど、これしか食べてないんだけどって言ったんだけど、その料理名食べれなかった。その後に食べたんですよ、それを。私が昨日食べた、これが食べたくて買ってきましたって言った料理名です。分かった？結果あの後食べたんですよ。分かりましたかね。ポロッとだけ言ったんですけどね。はい。分かったかな。12時までに終わるよ。18問やけん、あと4問。はい、次では15問目、行くでしょう。行きますね。箸お守りありがとう。15問目、ちょっとな、長引いちゃいそうだから15問目で終わっちゃおうかな。キリがいいから全部まとめちゃおう。まだいけるか。でも39分、もうちょっといけるかな。次、私がドラフト研究生時代、AKB48 さんの劇場に、ドラフト研究生として前座として出演させてもらった公演があるんですけど、その公演の名前と何の曲をやったか答えてください。ドラフト研究生時代ですね。そう、各色でグループに分かれてたんですけど、ドラフト合宿、その色で分かれてたんですけど、私は赤チームだったんですけど、赤チームは AKB48 劇場でなんたら公演っていう公演である曲を披露したんですよ。ちなみに舞ちゃんは黄色だったので、新潟で NGT48 さんのマックスと315号、 iPhone はオレンジ色だったので HKT48 さんの劇場で12秒をやったんですね。それで空と私とおきちゃんは赤チームだったので AKB48 劇場で、ドラフト候補生時代ですね。そうです、そうです、ドラフト候補生時代ですね。ドラフト候補生時代に AKB48 劇場さんで立ったステージ、何公演の何の曲でしょう。んー、イコラブの方、アンズの方ありがとう。さっき歌ってたかな、わかんない。続いてラストの問題にしようかな。41分だからラスト問題。はい、ラスト問題です。私が大好きな石田みなみさんにあげた料理を2つ答えてください。みーちゃんさんにプレゼントした料理を2つ答えてください。
ください。はい、流星翔也、あおり、ありがとう。はい、ということで、カン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 、終わりでございます。はい、16問あったんですけど、皆さん手応えどんな感じですか？結構難しかったでしょ。私わざとめちゃめちゃ難しい問題にしたんです。この機会にぜひね、最近私のことを知った方にもね、私のことをたくさん知ってもらおうと思って、難しい問題をたくさん私ながらに絞って用意してみました。結構怖いでしょ、赤点。これは16問正解の方いらっしゃるのかなっていう感じなんですけど、合格ラインは16問です。追試レベル。この機会にしっかり復習してくださいね。そう、ドラフト時代をね知らないっていう方も多いと思ったんで、そう、ぜひねドラフト時代の話もしたいなと思ってやってみました。開き直す。それでは1問目から、 F 評価はやばい。1問目から答え合わせをしていきたいと思います。第1問、ユアリンクイズ、私の生年月日を答えてくださいっていうものの答えはいきますよ。皆さん手元に赤ペンと回答用紙を置いてくださいね。いきますよ。1999年3月12日です。イエーイ。はい、覚えてくださいね皆さん、1999年3月12日です。次、私のプロフィールに書いてある好きな食べ物は何ですかっていう問題なんですけど、はい、ここに ST48 の私のプロフィールがあるので、皆さん一緒にこれを見て答えていきましょう。じゃん、好きな食べ物、まずはお好み焼き、続いてネギトロ、続いて干し梅、続いてタピオカ。はい、これは4問正解で丸でございます。お好み焼き、ネギトロ、干し梅、タピオカでした。ありがとうございます。はい、わかりましたか皆さん、いっぱいあるんです。欲張りだから。はい、続いて分点はないです。分点はないよ、意地悪だから。続いて第3問目、私の住んだことのある土地、これは広島、福岡、千葉でございます。はい、私は転勤族でして、小学校は3つ変わってるんですよ。そう、広島出身なんですけど、1歳から小学校低学年、小学校3年生まで福岡に住んでて、小学校4年生から中学校、小学校4年生から小学校5年生、2年間広島にいて、小学校6年生だけ千葉にいて、中学1年生から今まで広島です。だから広島が一番長いっちゃ長いんじゃけど、福岡にも住んどったし、千葉にも住んどったけん、そう、広島だけではないんですね。でも出身は一応広島県です。はい、でもほとんどね、小さい時は福岡で過ごしたので、幼少期とかの写真は福岡の写真ですね。難しいでしょ、順番不問です。はい、続いて私の好きな色一色答えてください。これは簡単ですね、水色でございます。私の好きな色は水色です。好きな色一色は水色でございます。ありがとうございます。これは STU に入る前から私は水色が本当に大好きで、
そう、 STA のカラーも水色だからね、たまたま。はい、続いて、私のドラフト研究生時代のニックネームとその由来なんですけど、ちょっともうポン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 いきますね、47分なので。私のドラフト研究生時代のニックネームはポリちゃん、もしくはポリスちゃんで、ポリちゃんかポリスちゃんで、これはですね、私の一番最初の名前を公開してない時のオーディション番号が110番だったんですよ。なので110番で警察、ポリス、ポリちゃん、ポリスちゃんみたいな感じになって、最初ポリスちゃんにやってたんですけど、ポリスちゃんがNG ワードでポリスちゃんって打つと星になっちゃうっていうのに気づいて、それでポリスちゃんじゃダメだとなってポリちゃんになりました。はい、これはちなみに私の友達のママが考えてくれたあのです。私はそれまで伊藤さんとか考えてたんですけど、ポリちゃんがしっくりきたので、ポリスちゃんもしくはポリちゃんで正解です。続いて、ドラフト研究生時代のオーディション番号2つ、名前を公開する前は今言った通り110番で、名前を公開した後は69番でした。なので私がドラフトの会議オーディションの時は69番の球を皆さん投げてくださいってお願いをしていました。69番でございます。はい、そして続きはですね、48グループで私が一番好きな曲、これは割とショールームでも何度もお話ししてると思うんですけど、この間も言ったしね、私は少女たちよがね一番好きな曲なんですよ。歌詞がすごく好きで、少女たちよは私の48グループの中で一番好きな曲です。ありがとね、69番の球をいっぱい投げてくださった方、ほんまにそのおかげで今があります、ありがとう。はい、そして続いて、私の総選挙ポスターの言葉なんですが、最近こんな感じのポーズであの総選挙ポスターの写真を撮っていたんですが、私がホテルの壁に貼ったままそのまま忘れて帰っちゃったあのポスターの言葉はですね、瀬戸内の波に乗ってゆらーゆらーやってきました、一生懸命頑張るけんっていう言葉でした。はい、ちゃっちゃちゃっちゃいきますよ。そして私の座右の銘は、これもドラフト候補生時代にあの後ろに貼ってたんですけど、ここら辺に貼ってたんですけど、屋根裏から配信してる時に、これはでも最近の配信でも何回か言ったことがあるとは思うんですけど、私の座右の銘は、私の座右の銘は継続は力なりっていう言葉ですね。はい、継続は力なりが私の一番の座右の銘です。だから今ね、毎日アイドルも続けて頑張ろうと思ってます。はい、次、私が iPhone とのたこ焼き配信で犯したミスはっていうことなんですけど、この間あの iPhone と一緒にたこ焼き配信コラボでやったんですけど、その時の失敗は、 iPhone に唐辛子入りのたこ焼きを食べさせようとしたらバレちゃったっていうミスですね。そうです、これは割と最近なのでね、皆さん知ってらっしゃるんじゃないかと思うんですが、やらかしましたね、あれは結果私が食べちゃうという。はい、巻きでいきます。そして次、おきちゃんと山本美香奈、おきちゃんと NMB48 のドラフト研究生の山本美香奈と私が同じ赤チームでドラフト生として活動してたんですけど、その時の3人の共通点は、山口県出身、岡山県出身、広島出身ということで、中国地方出身の3人のメンバーということで、3人のグループ名は中国図でしたこれは結構難しかったかもしれないですね、中国渦の3人でございます。はい、続いて、私の飼っている犬の名前はラッキーです。ミニチュアダックスフンドのラッキーくんです。ラッキーです、ラッちゃんとかラッタンとか呼んでるんですけど、正式名称はラッキーです。はい、続いて、私が毎朝飲むものは何でしょう。これはですね、
青汁でございます。別に青汁がね大して好きなわけじゃないし、むしろ大嫌いなんですけど、健康と美容のために飲んでます。次、私が昨日の夜ご飯、昨日の夜ご飯は何でしょうって言ったやつはですね、卵かけご飯でございます。納豆卵かけご飯です。そう、納豆卵かけご飯は昨日は食べました、夜に。はい、これはね配信中にポロッと言っただけだったけど難しかったかもしれません。はい、続いて、私がドラフト候補生時代に立ったステージは何公演で何の曲だったでしょうっていうのは、 AKB48 劇場で踊らせてもらった思い出せてよかったで、公演名は STU48 の出張劇場でした。納豆卵かけご飯です。はい、思い出の曲ですね。思い出せてよかったよ。まさかね STU のメンバーになって踊る日が来るとはね思ってもみませんでした。そうSTU48 の出張劇場でした。はい、次にラストの問題です。私がみーちゃんさんにあげた食べ物を2つ、これはお好み焼きと餃子です。皆さん何問正解でしょうか。何問正解だった、みんな。これはねめちゃめちゃコアな問題も入れてたのでね、なかなか難しかったと思うんですけど、キヨにお守りありがとう。ぜひ皆さんに私のねドラフト候補生時代も知ってもらいたいなと思って。そう、思い出せてよかった、すごくいい曲だよね。それを、まあ、チームごとには分かれてこうやったんですけど、私たちはたまたま ST48 の曲になったんですよ。まいちゃんとかは NGT さんで、アイポも HKT さんで、みんなそれぞれ違ったんですけどね。はい、ということで残り6分になりましたので、急いでパパパッと壇上を読みたいと思います。みんなまた定期的にこのクイズやろうかな。ぜひまたもっともっと最近のこともね、今度はクイズにしていきたいと思います。はい、それでは壇上を読みたいと思います。やばい、時間がやばいぞ。読みます。第13位、流星、ありがとう。やばいね、こんなことしてる時間もなさそうなのでポンポン読んでいきますね。第12位、テト、あとゆらら&スプラさん。第11位、かわよ。第10位、ヤマちゃん、あとゆらしか簡単。第9位、バイセコ大成功さん、ありがとう。そして第8位はパヌさんの、初めましてかな、パヌさん。7位、お、ゆい、待って違うわ。7位、ケンジンさん。6位、コバさん、コバさん壇上、ありがとう。そして第5位はリンジアットユラキュン。そして第4位はしんちゃんアット一生涯ユラちゃんを守ることを誓います。第3位ヒデポン、明日の麻婆豆腐料理配信も楽しみ。そして第2位はしょうやアット超絶ユラロシュ、ハッシュタグあかり好きなんだ。13問正解、13問、すごい、すごくない、13問。そして第1位はデレレ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 デン、つだちゃん、あと今日もおつゆらりん、ありがとうございます。壇上の皆さん、ありがとうございます。そしてお守りいっぱいありがとう、お守りいっぱいありがとう。お守りくださった方、りょうぴょん、きよに、りんじ、りゅうせい、しょうや、つだちゃん、はっしー、かわやん、
ひでぽん、くばさん、しんちゃん、ありがとうよ。ありがとうございます、おまもに。そして星投げとカウントもありがとうございます。おまもに、ありがとう。そう、これからね、もっともっと赤いの方、みんなに知ってもらえるように頑張りけん。ということで、明日は何時から？まだ決めてないです。また予定入れておきますね。午前中は10時とかかな。まあまた予定入れておきます。そしたらあと3分あるけん、ランダム3人読みます。ランダムはムーミンさん、コグさん、マサヤさん、ありがとうございます。そう、そんな5時とかからは配信したいと思います。それでは皆さん、今日クイズ一緒にしてくれてありがとう。今日も4回くらい配信したんですけど、みんな来てくれてありがとうございました。そして今日も一日皆さんご苦労様です。お疲れ様でした。また明日も一緒に頑張ろうね。今日も可愛くてありがとうございます。それでは皆さん、明日もまた会おうね。明日も配信するけん、元気やでありがとうございました。明日は麻婆豆腐作り配信をするよ。あーばよ。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。いい夢見てね。また明日会おうね。今日も一日ご苦労様でした。またね、バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。おやすみ。おやすみ。いい夢見てね。バイバーイ。Yeah.